中西明則は日本の自動車デザイナー。現職は三菱自動車工業の執行役員及び北米本部長。山口県山口市出身。山口県立山口高等学校。金沢美術工芸大学卒業。1977年三菱自動車工業入社。 1987から88年のカリフォルニア駐在等を経て、同社欧州法人のデザインスタジオである、三菱デザインヨーロッパにおいて、ゼネラルマネージャーを務める。2004年6月、三菱自動車工業デザインセンター長に就任。2006年6月からは、同社執行役員を兼務する。2009年2月に、デザイン部門から離れ、以後アジア,アセアン本部長、 三菱モーターズ、ヨーロッパ社の取締役社長を歴任。コンセプトカー、三菱 HSR、HSR3 やミラージュ、ディアマンテ、ギャラン、レグナムなどのデザインに携わった。自動車デザイナーとして好む自動車デザインは、イギリス車のジャガー E タイプやミニなどのものであると述べている。クラシックカーを愛好し、ミニカーの収集歴は30年以上に及ぶ。 オンラインゲームを行う。創造的刺激を受けた対象として、デザイナーの三宅一世やジョルジオ・アルマーニ、映画、マトリックスやロード・オブ・ザ・リングなどを挙げている。自身のデザイン手法、管理手法は非常に日本的、日本人的なものであるという。ありがとうございます。